裏側的には、最前回がある。裏が表を支配すればよい、のだ。あるいは、会社的な、倒産、民事再生法、経営者が代わり、再建へ。それ、へいたるためには、ダメージは、最小限に、その制御だけを奪う、そういうことができれば。その時、目、は必要だ。表側に、裏側の目、があり、可能なら、その、破綻してるところ、にその目がいて、打開。裏側ならそれが可能なら、よい。提案はする。受け入れられないなら、なおよい。誰が適任か？仕事はするべきだ。成功報酬は巨大だ。裏を構築し、表を統制する。平和を目指すなら、それ、はそういう意味だよ。認識の甘さはあるかもしれない。ともかく自分は表側にいるが裏側に精通？そんな状況ではある。希望はある、とか、すでに何かの、これは破綻の狭間にいるのではないのか？悪夢。